今床運動が始まりました。ルーマニアのボイネア選手であります。この選手の床運動も大変面白い床運動でありますので、どうぞご覧いただきたいと思います。ルーマニアのボイネア、世界選手権で団体戦で10点満点を出しております。ムーンサルトからすぐ側転中、17歳、1m49cm、39kg、もちろんナショナルチームの一員です。この辺の高さ面白いんですね。そうなんですよね、この人のすごい特徴ですね、これは、はい、曲はエレクトリックキングダムという曲であります。この辺からスネークダンスみたいな感じになってきますけども、そうですね、それから足の線、動きは非常に面白いですね。モントリオールの世界選手権にも、それからまたロッテルダムの世界選手権にも出場しております。抱え込みの2回宙返りはちょっとぐらつきました。場内から割れんばかりの拍手であります。カメリア・ボイニア選手、17歳であります。なお先ほどの佐藤選手の平行棒の得点は 9.20 でした。ちょっと不幸な成績であります。跳馬の失敗があるいは大きな影響を与えておりますか、この平行棒でも失敗をしております。床運動で今ルーマニアのボイニア選手の演技をご紹介いたしました。このボイニア選手の演技はいかがでしたか。とっても特徴出てましてね、本当にブレイクダンスといいますか、その中でもしっかり技を持ってるんですよね。そうですね、これは最初のところですね。そうですね、ムーンサルトですね、すぐにこのね、切り返しの前方宙返り、こういうふうに切り返しの運動が最近ね、流行ってきたっていうか、これがねまたボーナスポイントになる。